はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、二次方程式の最初なんですが、まず問題5問やっていきますので、ここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が解説入れながら全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ですね、まあ、この二次方程式、本編の動画でもいっぱいやってるので、まあ、そこでね、まず詳しく見てほしいってところもあるんですが、二次方程式のこういう計算問題を解く時のポイントっていうのは、基本的にね、3つなんですよ、解き方って二次方程式。細かく分けるとまだあるんですけど、で、その3つのどれを使うのっていうのをテストの時に判断できるか、自分でね、これだよねって分かるかどうかがすごく大事になります。で、テスト対策、まあ、3章の初回なので、少し詳しく説明していくんで、もし、答えだけ見たい方なんかは最後に飛ばしちゃってください。それ知ってるよっていう方もいると思うんでね。では、まず1番いきましょう。で、この形が一番やりやすいです。簡単なやり方。この、カッコが2個あるやつね。で、これまず答えから書いちゃいます。これ一瞬で分かる答えがね。このカッコ2個なってるとき、少しずるいやり方をするんだったら、これ喉が引っかかった。ここの数字、ありますよね。マイナス3とプラス5。これの符号を変えたものが答えになります。つまり、符号を変える。マイナスからプラスなんで、まず3です。これ変えると、マイナス5です。この2つが1番の答えなの。いい？ただし、こっからここ、ね、繋げちゃっていいんですけど、なんでこれがこうなるのっていうのは知っておいてください。これは必ず。で、理由を説明すると、今、カッコが、2個ありますよね。で、この間には掛け算が隠れてます。つまり、あるものとあるものを掛けて0になる。あるものとあるものを掛けて0になるためにはどうすればいいって。それは、こっちが0になるか、こっちが0になればいいんです。掛け算ってのは0を掛ければ絶対0になるからね。つまり、こっち、x-3 が0になるか、右、x プラス5が0になればいいよねって。で、それをそれぞれ解くと、これ移行すればさ、x イコール3だし、これも移行すれば x イコールマイナス5。だからこれなんだよっていう。これは絶対覚えておいてください。なんでこんなに強調するかっていうと、例えば、カッコの中身がね、こんなになったとき、ここだけの数字を見てしまうと、マイナス1と4って行きたくなります、答えが。でも4は合ってるんですけど、こっちは×です。マイナス1じゃないです。なぜなら、これをまとめて、こいつが0になるっていうことは、2x プラス1が0ですよね。これ持ってきたらマイナス1で、ちょっと省略するよ。マイナス1。で、両辺2で割れば、x イコールマイナス2分の1になります。だから答え違くなるんだよね。つまりそこまでちゃんと覚えておかないと、ひねられた時に×になるんで、いいかな。で、2番も一緒にやっちゃいましょう。一緒にやっちゃいましょう。で、これはですね、まあ、この状態になってますが、因数分解ができます。因数分解。かけて12、足してプラス7になるコンビを探す。そうすると、まずこれ書いちゃおうか。イコール0。かけて12になるのは、1×12、2×6、3×4、まあ、そのコンビです。で、今回は、プラス3とプラス4。このコンビを使います。そうすると、かけて12だし、足してプラス7になるからね。で、この状態、まあ、同じだね。になったので、x イコール、こいつが0になるとき、こいつが0になるとき考えればいいから、マイナス3とマイナス4で、これで終了です。で、これが解き方の一つ目、因数分解を使う解き方です、こいつが。で、これが一番出てきます。一番有名だしね。だから問題、こんなね、この状態で出てくることはほとんどないんで、まあこう出てくると。だから、因数分解できるかなってまず思ってほしいの。で、因数分解ができる。こうやってカッコ2個ね。もちろん、こういう風な因数分解になるかもしんないよ。そしたら x イコール3だけ、答え1個になるんですけど、まあ少ない、どっちにしろ、まあ因数分解ができるかどうかが大事なので、でそこでまず判断するの。因数分解できるかなが最初ね。で、次にこのパターン。これ、因数分解できないんです。カッコカッコに行けないと。
じゃあどうするって言った時に解の公式を使います。解の公式ね。で、今回ね、右下を開けたのはそのために開けました。これそう一瞬で終わるからちょっと入んないかもしれないけど、1個目がまあ因数分解、さっきのねカッコカッコに持ってきたやつです。で、2番が解の公式で、解の公式は覚えるのめんどくさいんですよね。 x イコール、ちょっと書こうか、 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。ちょっと入んなかったね。これが解の公式。ただこいつの便利なところはこれ無敵です。基本的に絶対使ったら解けるようになってます。例えばこれとかこれ、まあこっちか、これに使ってもちゃんと出てくる、マイナス3とマイナス4。ただしデメリットとしてはめんどくさいのと計算ミスが出やすいんこいつ。だからまずは因数分解からいきます。これね、解の公式ってまあ無敵なので、基本的には全部解の公式でやろうとする子がいます、たまに。でもやめてください、それは時間かかるし、さっきも言ったようにミスが出やすい。だから因数分解ができるんだったらこっちでやる、できないからしょうがないあれでやろうっていう発想。いいね。でいくと、x イコール、これ ABC っていうのは A がここの数字1、B が今回マイナス2、C がマイナス2です。だから 2A 分のでいくと、2×1 だから2分のでしょ。で、マイナス B なんで、B にマイナスつけるから今回2になる。で、プラスマイナス B2 乗、マイナス2の2乗なんで4、マイナス 4AC だから、マイナス 4×1× マイナス2、つまりプラス8です。長すぎたね。で、このルートがルート12になります。で、ルートは中身が簡単にできるなら絶対しなきゃダメ、罰になるからね。つまりルート12は2ルート3だよね。だからこうなります。で、もう一個気をつける、今回1233箇所、こうやって3個ね数字がありますけど、ここ全部2で約分できる、自分がよく同時約分って呼ぶやつですね、できるので約分しなきゃダメなの。つまり111になるから分母は1なんで消えますと。で、ここに1と1が来るんで、答え1プラスマイナスルート3、ルートの前の1は書かないからね、1ルート3って書いちゃダメだよ。で、これで終了となります。これが解の公式の解き方で、まあ、4番やってからまた説明しますね。で、4番は、これ、マイナス48、右に持ってきます。持ってって、両辺2で割ると、x2 乗イコール24となる。x2 乗イコール24。で、これは、ほにゃららの2乗イコール数字になったら、2乗を取る代わりに、なくなったでしょ ?2 乗を取る代わりに、こっちの数字にプラスマイナスルートをつけます。だから、プラスマイナスルート24です。で、さっきも言ったように、ルート、中身直せるなら直す。24は 4×6 なんで、4で、まあ2が出てくる。つまり、答え、プラスマイナス、2ルート6と。これが答えになります。これ3つ目入るかな?自分がよく3つ言うのは因数分解、解の公式、そして今やった、まあ、ほにゃららの2乗イコール数字ってやつね。で、これはここは x の2乗じゃなくてもあります。例えばだったら、例えばだったらってことはおかしいね。これもじゃあ x-1 の2乗イコールさっきと同じで24にしようか。こういうものもある。これも左側 x の2乗じゃないけど、あるものの2乗だよね、かっこ塊で考えればさ。だから同じように2乗を取る代わりにプラスマイナスルートをつける、まあ2ルート6だよね。で、マイナス1、右に持っていけば、x イコール1プラスマイナス2ルート6みたいな。こういう解き方ができます。基本的にはこの3つ。因数分解とこの x の2乗はまた別ね。見て判断してください、そこに関しては。こういう風に2乗イコール数字にできたら3番の解き方を使えばいい。で、因数分解いけるなと思ったら言ってください。言ってもらって、で、因数分解できないなと思ったら解の公式に行く。で、この解の公式の部分は平方完成でね、いう言葉があるんですけど、それでやってもいいです。それでやってもね、いい。で、まあ、それまで5番やってから行こうか。
じゃあ5番いきます。で5番はですね、まず、どっちにしよっかな。全部左辺に持ってきます。基本的に、このタイプは違うんですけど、基本的にはイコール0にします。因数分解使うときは。だからごめんね、赤だったわ。左辺に持ってくると、イコール0でこうなる。で、大事なことは x2 乗についてる係数、数字はできれば1にしてしまいたい。だから今回全部をマイナス2で割るんです。そうすると x2 乗プラス 4x マイナス14イコール0となります。ちょっとギリギリだったね。で、ちょっとごめん、下げていいですか。ごめんね、ちょっとこれでいい。で、こうなると。で、こっからどうするかっていうと、これもね、まあこれと同じようなタイプなんで、まず因数分解できるかなって考えるんです。で、結論から言うと因数分解できません、これ。最後。だから、解の公式、もしくは平方完成を使っていきます。で、平方完成に関しては次回のテスト対策でちょっとやるので、今回ちょっとそれは置かせてください。置いといてっていう感じでね。で、解の公式使っていきたいんですが、ここで解の公式のちょっと応用を一個ね、もしよかったら覚えてください。で、何かっていうと、解の公式ってこれで習いますよね、みんな。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac と。で、おそらく塾に行ってる方なんかは、これ習います。a 分のマイナス b ダッシュプラスマイナス b ダッシュの2乗マイナス ac です。これね、覚えておくとわりかし便利。できれば覚えてほしいです。高校では絶対やります。で、何かっていうと、まあ、B' がポイントなのね。で、B' って何かっていうと、B ってもともとこの X にくっついてる数字、ここですよね。今だったらプラス4。こいつが偶数の時、もっと言うと、半分にできる時。偶数って半分にできるじゃん、絶対に。だから今半分にすると、これ2なんですよ。2。プラス2だけどね、本当は。おっと、切れた。ちょっとこっち持ってこようか。ごめんね、ごちゃごちゃして。こっちに持ってこようか。2。こいつ、この B を半分にした2が B' なんです。つまり、B を見たときに、これが半分にできる。偶数だなって、半分にできるときは、こっち使った方が楽になります。もちろん、覚えることが増えるので、いや、きつい。無理っす。って方は覚えなくてもいいです。無理して。覚えなくていいからね。こっちでいいんだけど、でも、あ、ちょっと使えそうだなと思う方は、ぜひこっちを覚えてください。B を半分にできるとき。いいね。偶数のときにやってくる。やってくれ。やってください。で、どうやら、あとはあれに入れるだけなので、いきますよ。赤だったね。X イコール、これ何がいいかっていうと、2A じゃなくて A 分のから始まるんで、A が今1じゃん、ここ。だから1分の、だからもはや分数じゃなくなるの、スタートが。それが非常に楽。で、マイナス B' だから B' 2にマイナスつけて、マイナス2プラスマイナス B' 2乗だから2の2乗で4。で、マイナス 4ac じゃなくてマイナス ac なんで、マイナス1かけるマイナス14だからプラス14になります。で、ルートの中身が18になる。18は9かける2なんで、これを直すとマイナス2プラスマイナス3ルート2となって、これで終了となります。もちろんこれで 2a 分のの方で解いてもらってもちゃんと出るからね、答えは出るんですけど、最後の同時約分をしなくて済むので、ちょっと簡単になります、計算が。だからもし使えそうな方はこっち使ってください。 B が偶数の時だから、これいけるんだよね、これも使える。 B' ね、これの半分でマイナス1でいけるからさ、という感じになります。なので、ちょっと少し長く話してしまったんですが、まず大事なことは、今これはちょっと置いといてね。こういう風に出てきた時に、大事なのは因数分解できるかどうかがまず大事。できるんだったらこれで攻める。簡単だから。できないんだったら解の公式、もしくは次回の動画である平方完成を使ってください。どっちかね。全部解の公式とかではいかないように。で、2乗イコール数字に出てきたら、またこっちのやり方。ね、2乗の2を取る代わりに右辺にプラスマイナスルートをつけるんだよっていうやり方でやると。で、解の公式はみんなが学校で習うこれプラスこういうパターンもあるので、もしよかったらそれも覚えてみてください。
では今回は中学校3年生の教科書3章のテスト対策やっていきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回ですね、平方完成の話もしたんですが、それと、それも含めてね、また計算問題やっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。